やでも乾燥がね、ミコの部屋はマジやまくてさ、部屋湿度が30何パーとかね、なんでこんな乾燥しちゃうんだろう、ミコの部屋。おかしいが。貸し付けもね、貸し付けあるよ、値段あるんだけど。機械はさ、よくわかんないからね、こう。水入ってないとか。水入ってないかもしんないな。え？水？加湿器ってさ、あの加湿のボタンを押せばいいんじゃないの？加湿器は水を入れます。え？タンクないのって。これか。入れとくね。え、今この時代でさ、水入れなくてもさ、加湿してくれる機械ってあるんじゃないの？シャープは魔法使いじゃないぞ。シャープさん、ごめんなさい。ごめんなさい。ありがとう、シャープさん。加湿器を無水のまま1年間使っていた。水を入れなきゃ加湿されないってことをちょっと知らなかったと言いますか。そしたらですね、シャープさんにバレる。シャープ総理。なんかその後になんかツイッターを見たんですよ。そしたらツイッターで、あのシャープさんの公式のシャープさんツイッターがね、動いてて、シャープは魔法使いじゃないぞ、過去ご愛用ありがとうございますが、タンクに水を入れてくださいっていうね。なんかミコがその引用にツイートしたな。シャープさんがね、なんかね、あの魔法のなんか水を入れなくてもできるようなやつをあの開発頑張りますから、ミコさんもいろいろと頑張ってくださいっていうね。なんかいろいろってところにちょっとね、なんかこれはもしかして、いつかね、シャープさんはね、本当に水を入れなくても、加湿できるの魔法のね、加湿器を作ってくれるかもしれないな、と思ったわけよ。洗浄機の日だったらしいよ。119でいい空気か。あ、なるほどね。間違えちゃったけど、まあ、シャープさんの、やつだからということでね、許してもらって。魔法使いに近づいたぞとか言ってた。やっぱシャープさん魔法使いになれるって思ってたからね、ミコも、うん。いつかはやっぱり水がなくても空気清浄機とともに加湿ができる空気清浄機プラス加湿器ができるはず、これは。